放送席、そして国立競技場の皆さん、優勝監督インタビューです。浦和レッズリカルド・ロドリゲス監督です。おめでとうございます。大観衆の中でどんな思いでしょうか。Bueno, una felicidad enorme porque hemos ganado un título para Uragua, por toda la afición, por todos los jugadores, por toda la familia de Uragua. Goita ha hecho un gran partido, no ha sido fácil. Y bueno, al final tuvimos alguna ocasión para haber cerrado antes el partido y el fútbol tiene estos milagros. Y hoy, pues este último gol ha sido una de esas situaciones. Muchísimas gracias a toda la afición, a todos los jugadores, a todo el mundo. Arigato gozaimashita.幸せに感じています。こうやって、多くの方が支えていただいて、特に今回多くの方々、サポーターもそうですけれども、いっぱい来てくれた中で、そして、全選手、ここまで戦ってきてくれた選手たち、スタッフたち、全員に感謝しています。特にこの浦和のために、その方も、全体に大きく感謝しています。今回の試合は、大分、すごく難しい相手で、厳しい展開になりましたけれども、ただ、こういった最後の最後で点を取って、奇跡が起こる、こういったこともまたサッカーのチームだというふうに思います。今日は本当に難しい試合でしたけど、皆様の後押しをくれて、ものすごくできました。ありがとうございました。おめでとうございました。続いて、先制ゴール、江坂選手です。おめでとうございます。頂点に立ちました。どんな思いでしょうか。最高です。決勝の舞台に立つにあたっていろんな思いがあったと思いますけれども、どんな風に捉えてこのピンチになったんでしょうか。阿部さんの引退もありますし、最後の舞台に掲げてほしいってみんな思って準備しましたし、難しい勉強したけど、ああやって槙野君が浦和さんみたいな、浦和を引き継いできた人が最後もやっぱり、気づくんだなっていうのは、最後、槙野君が決めて感じましたし、まあ、チーム一つになって戦った結果、ああいうゴールが生まれたかな。これでアジアへの挑戦権も得ました。この先に向けて一言お願いします。おめでとうございました。続いて決勝ゴール槙野選手です。よし、盛り上がったことあるんでしょうか。お祭りのところエンターテイナーですからね。全部持ってきました。チームにとっても槙野選手にとっても本当に大事なゴールだったと思います。僕に残された時間とこのチームでやるべきことっていうのをしっかりと頭に叩き込んでピッチに立ちました。本当はね、1対0でしっかりと締めてゲームを終わらせるつもりでしたけども、失点直後に西川選手が牧が最後持っていけと、牧が前に行ってゴールを取りに行けと西川選手に強く攻め込まされてゴールを決めることになりました。ラストゲームで多くのファン、サポーターの見守る中でゲームすることができました。応援してくれた皆さんに一言あればお願いします。声が出せない中でもこうやってたくさんの方がスタジアムに来ていただき、僕たちを後押ししていただき本当に力になりました。来シーズンは僕はいませんが、今いる選手たち、特に若い選手たちに素晴らしい後押しをお願いします。ありがとうございました。
まずはこのピッチに向かうにあたってどんなことを考えて臨んだんでしょうか。まず、このメンバーとスタッフで、プレーできるのは、今日が最後だったので、何としても勝って阿部選手、牧野選手、宇賀神選手、トミーだったり、本当にお世話になった選手、スタッフと一緒に優勝したかったので、本当に強い気持ちで試合しないといけないなって思いながら試合に入りました。その中で最高の結果と思っていました。そうですね、本当に失点してしまったんですけど、牧が後ろに来て、しゅうちゃんどうする、終わらせるっていう話があって、いやあと5分あるから牧が点決めてもいいよって有言実行してくれた彼は本当に素晴らしいなと思いました。しかし嬉しいという結果を与えてくれて本当に感謝してます。来季 ACL という舞台に戻れます。まだまだやらなければいけないことはたくさんありますけど、僕自身しっかりと責任を持って裏のゴールを守り続けたいと思います。今日は本当にありがとうございました。